では、ただいまに頑張れプロレスの記者会見の方を行わさせていただきたいと思います。先日、王子大会の方で、代表の岡健より発表がございました。頑張れクライマックスの、今回、概要の方を、改めて岡の方から、説明を、してもらいたいと思います。よろしくお願いします。はい、プロレス、夏といえばプロレス、灼熱の3連戦、頑張れプロレス、よく初進出ということで、8月11日、12日、13日、3日間連続で、頑張れクライマックス、開催いたします。はい、頑張れクライマックス。頑張れプロレスの、最強の一人を決める16人参加のトーナメントでございます。8月11日板橋グリーンホールお昼、8月12日板橋グリーンホールお昼、そして8月13日頑張れプロレス両国初進出ということで両国 KFC ホールで、行いたいと思っております。はい、そうですね。なお、出場選手に関しましては、頑張れプロレス参戦選手を、数名出る予定ですけれども、それ以外、国外、国内問わず、強豪選手を、そうですね、の参加を募集しております。はい、そして現在その国外、内外、こちらからも、数名の選手にオファーをかけてさせていただいておりまして、すでに、超大物選手の参戦の内定も、決定しております。これはまた追って発表させていただければと思います。はい、またこちらの、大会タイトル、ロゴマークに関しても、現在これは仮のものでして、正式な、デザインが決定次第、ドンとまとめて発表させていただければと思っております。チケットの方は来週、ファンクラブ選考、まあ、その後は、また、追ってリリースさせていただきます。はい、よろしくお願いします。それでは頑張れクライマックスの、開催につきまして何か質問等ございましたら、よろしくお願いいたします。はい、はい、トーナメントの、何日に何回戦までみたいな内訳っていうのも決まってますか？まだ、具体的には決まっておりませんが、はい、おそらく初日に1回戦、2日目にまあ、2回戦、最終日にその準決勝、決勝というような割り振りになる可能性がございますが、まだ、決まってはおりません。決定次第発表させていただければと思います。はい。岡代表、なんか、真夏の3連戦だったりとか、両国に対する何か思いみたいなのがあれば。まあね、やっぱり夏、今までやっぱり、まあ、夏嫌なことがいっぱいあってですね、実は、過去に。自分自身やっぱりそのもう 前の団体、練習生でいた団体辞めたのも夏ですし、初めてこう1ヶ月失踪と呼ばれる失踪したの夏でした。はい、その中でやっぱりそのまあ失踪してる時でも何でもテレビをつけるとね、やってるんですよプロレスが。はい、ああ毎日どおりにやってるというか、ね、その新聞を見てもやってるし、ああやっぱり夏にプロレスをやっていることで私非常にこう勇気づけられたというか、その、はい、出たての選手とかも、バンクラスを起こしてガチャ上がっていく、そういうのを見てやっぱりこう夏連戦、まあ、自分自身も高校野球もやってましたし、トーナメントという形式はやっぱり1回負けたら終わりっていうトーナメントという形式が一番、夏を表現するにはいいんじゃないかと思いまして、頑張れクライマックスは、連戦でトーナメントで行うことを私決めました。はい、一つ確認ですが、時間的にはしごは可能であると。そうですね、かぶっておりません。はしごは可能っていうのはちょっとよくわからないですけど、かぶってはいない。かぶってはいない。やっぱり、はい、大会名は、まあ、対抗意識というか、そういったいろんな思いがあるわけですか？じゃあ夏といえば、ね、3連戦で、なんですかね、
勝ち上がった人間が、まあ、最後締めくくるという意味でクライマックスですね。だからなんか対抗意識というのはちょっとよくわからないですけども、はい、やっぱり栄冠は君に輝くという感じですよね。やっぱりあのその3日間を一番頑張った男が最強の称号を得るという意味合いを非常に込めてます。この3日間をまず頑張れるかという、はい、そういう大会、はい、そういう叱咤激励を込めた、願いを込めて、大岡代表から、名付けた大会タイトルとなっております。はい、それではですね、会見続きまして、はい、頑張れプロレスに、はい、参戦する新規選手およびですね、頑張れプロレスの、女子部の、はい、今後の、展望につきまして発表させていただきたいと思います。はい、大岡代表お願いいたします。はい、やっぱり最近、私たちはね、年末毎年参加させていただいているライジン、まあ、シュートボクシング、そして海外でメジャー団体での女子選手の活躍は非常に大変目覚ましいということで、私たちも、やはり頑張れプロレスで、プロレスをメジャースポーツにするために女子部を立ち上げようと思っております。これはね、何も今考えたことではなくですね、まあ約2年前に、はい、頑張れ女子プロレス、1日、まあ一夜トーナメントですけども、はい、あの1日でのトーナメントを行いまして、そこでの盛り上がりね、そういうのをね、思っておりまして、2年間、はい、2年間かかりましたけれども、ついに2年間の構想を経てですね、はい、具体的な、プロジェクトとして、進めるに至りました。そうですね、今回の、はい、頑張れ女子プロレスを、はい、団体としてね、はい、旗揚げしようと、はい、そういうふうに私、思っております。はい、そして、その頑張れ女子プロレス生え抜き、はい、抜きです、第1号選手として、はい、この選手を、はい、5月31日に、はい、デビューしていただこうと思っております。はい、では出てきてもらいましょうか。はい、はい、出てきてください。どうぞ。はい、頑張れプロレスが一から育てた、新人選手、名前はね、まだございません。それはどうしてかというと、一般で応募したいと思っております。私のツイッター、もしくは頑張れプロレスの公式、公式ツイッター、ツイッターのアカウントに、DM およびリプライを飛ばしていただいて、その中から、名前は決めたいと思います。そうですね、どうぞお願いします。はい、皆さんはじめまして、私はいつも加藤遥という名前でプロレスをやっていたんですけれども、この度、いやちょっと待って、はい、いや生え抜きだって言ってるじゃないですか。え、でもあの加藤遥として、あ、はい、結構5年ぐらい前から、あ、回りました。はい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 、はい、あ、はいはい、なのですが、この度あの私昔から、海外でゆくゆくは活躍して、あの海外の団体に所属したいという思いがありまして、あのその考えと、あの頑張れプロレスさんの、プロレスをメジャースポーツにという理念が あの合っているなと思ったため、あの今回頑張れプロレスさんに、第1号所属女子所属選手として所属させていただくことに、はい、しました。はい、ありがとうございます。ですね、はい、頑張れプロレス、生え抜き頑張れ女子プロレス、はい、生え抜き第1号の選手、名前はまだありませんけれども、5月31日頑張れプロレス新規馬大会にて、もうデビュー戦が決定しております。はいはい、相手は、米山香織選手。はい、米山香織選手も、タイや、海外などで活躍、日本内外問わず
大活躍しておる選手、米山選手相手にまだ名前はありませんけれども、頑張ってくれることを、期待しております。はい、大丈夫でしょうか。はい、それでは、この、まだ名称は決まってない選手および、頑張れ女子プロレス、まあ、女子部、頑張れプロレスの女子部についての何かご質問等ございましたら、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ウィングネームに関してなんですけれども、何か、ファンの人が名付けるにあたってこんな雰囲気とかこんなイメージでとかこんなモチーフでみたいなご本人から何か希望はありますか？そうですね、世界に通用するあの名前を募集したいので、あのアスカさんなどをイメージした名前だと、はい、ありがたいです。非常にアルファベットみたいな、はい、アルファベットですね、はい、メジャー感のある、はい、日本人の女性アスリート、はい、海外でも通用する、はい、まあさらに日本人っぽい名前、それが一番いいのではないかと私は思っております。その他ありました。もう体重決まりましたけども、米山選手の印象などがあれば。そうですね、米山さんはもう面白い試合からすごいあのシリアスな試合までいろいろな試合を結構こなされていて、もうすごく強い選手なので、もう私もあの頑張れプロレス女子初めての主力としてあの爪痕を残せるように、はい、デビュー戦を頑張りたいと思います。現時点で得意技とかありますか？私は、関節技系が結構得意でして、腕しぎ十字固めを、はい、が得意です。他でゆくゆくは、女子部門での単独興行なども考えられている？そうですね、それはもうもちろんのことです。はい、まあ、その他にも、こういった女子選手を我々で育てていきたいと、はい、ゆくゆくはその他の海外であったりも、はい、そういったものにアピールできる選手を我々の方から育てていきたいと、作っていきたいと。 そうです。その、はい、まず第一弾としてこちらのマスクウーマン誕生したということです。はい、そうですね、はい、ありがとうございます。はい、というわけで、本日の頑張れプロレスの会見を終了とさせていただきたいと思います。はい、後ほど追ってリリースと発表させていただきます。はい、よろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。